ロバートリー・パークはメリーランド大学カレッジパーク校の物理学名誉教授、元アメリカ物理学会ワシントン事務所長である。しばしば疑似科学や代替医療、メディアによる歪んだ科学報道を一部の科学者及び公共政策について批判的に言及し著書ブルドゥーサイエンスを出版した。また宇宙探査において有人探査よりも 無人探査を選択するべきだと研究した。パークは1931年にミズーリ州カンサスシティで生まれた。父親はテキサス州南部の農家であり、弁護士であり、パークは法律学校に進むことを考えていた。パークは1951年から1956年までアメリカ空軍に入隊し、ロズウェルのウォーカー空軍基地などで勤務した。 空軍はパークをレーダー学校で学ばせ、パークはこの時に物理学に対する情熱を見出した。パークはテキサス大学オースティン校で1958年に物理学学士号を1960年に修士号を1964年にブラウン大学で博士号を習得した。ブラウン大学大学院在学中、パークは 物理学者ハリソン・イーファー・アンズワースに関連する研究を行い、いくつかの論文を共同執筆した。パークはアメリカ政府の兵器研究所であるサンディア国立研究所で技術員の一人として、後に表面科学部門の長として約10年勤務した。この経験から後にパークが政府の科学政策や核兵器開発に関する助言を行うことになった。 1974年、パークはメリーランド大学カレッジパーク校物理学科の教員となった。1975年から1978年まで素材研究の UMDS センターの所長を1978年から1982年まで物理学と天文学の学部長を務めた。物理学者としての長いキャリアを通じてパークは 単結晶表面の構造と性質に関する100以上の技術論文を執筆し、10の博士論文を監督した。パークは、モアカミーティスザン、アイボント to r e m の委員長として、いくつかの作読詞や議事録を編集した。パークは、アメリカ物理学会やアメリカ科学振興協会、アメリカ真空学会のフェローとなった。1983年、パークは、 アメリカ物理学会のワシントン事務所を設立し、2006年まで所長を務めた。この間彼は政府や議会に対し科学や公共政策の問題について助言や意見陳述を行い、プレスにも従事した。パークの意見は、有人宇宙飛行やスペースコロニー計画、SDI 構想に批判的であるとメディアからは見られていた。2006年以降、 ワシントン事務所は6人のメンバーが在籍し、パークは顧問となっている。パークはメリーランド大学のウェブサイト上で、ワッツニューというコラムを書き、そこで科学ニュース、宇宙探査、エネルギー、政府の政策、技術科学、代替医療、創造進化論、核兵器などに関する意見を述べている。パークはまた、ウィキペディアが疑似科学によって誤った利用をされているとの懸念を、 示す一方で、ウィキペディアをクールだと評する。2009年に、パークは、ダートマス大学で、マルサスの人口論と環境問題について、講演を行い、発展途上国の人口抑制のための、経口非人薬普及が、歴史上、最も重要な技術開発だと述べた。パークは、テキサス A&M 大学のトロッター賞を、宗教と科学を不当に混ぜ合わせる。 アメリカ有数の疑似科学者の一人をイリアム・ A ・デムスキーが提唱する創造論やインテリジェントデザインのための賞になっているとして批判した。パークはまた、ニューヨーク・タイムズ、ニューズデイ、USA トゥデイ、ワシントン・ポスト、スペース・ドット・コム、クワックワッチ、スケプテクル・インク・アイアラー・マガギネで、オーパス・エドなどの記事を書いた。パークは2004年からサイコップのフェローである。 パークは2000年に、代替医療やホメオパシー、スターウォーズ計画などを批判する内容の一般向けの、本、ブードゥーサイエンスを出版した。同書について、SF 作家のチャールズ・プラットは、ワシントン・ポストの書評で、ニュース記事や思いつきが人身攻撃による批判に利用されているとし、個々の主題を、もっと調査し、実際の研究者たちと話し合うべきだと批判した。 この書評には、プラットの偏見による批判であるとする意見が寄せられた。エドレジスによる、ニューヨークタイムズによる書評では、ブールサイエンスは1957年に、出版されたマーティンガードナーの、奇妙な論理の後継者にふさわしく、様々な証明不可能な科学的主張や噂を、説明していると称賛した。パークは2008年に2冊目の一般向けの本、スーパースティション。 ビリーフインザエイジオブサイエンスを出版した。パブリッシャーズ・ウィークリーの書評者は、この本を尻滅裂だとし、ダニエル・デネットの解明される宗教進化論的アプローチと比較して、現存の科学や宗教に関する議論を要約したに、過ぎないと批判した。パークはこの書評者に対して、気分を介し、科学こそが知識を得る唯一の方法だとコメントした。 ブックリストによる書評では、この本を明快なスタイルであるとし、強い信念を持った科学者たちには尊敬され、その本質的な論理は神秘的なお告げや、ニューエイジの不合理な主張に反するとした。同じ書評で、パークは無神論、神経科学、自由意志などの問題に立ち向かう能力を強制していないと指摘している。パークは、ジェリーと結婚し、メリーランド州アデルフィに住んでいる。 夫婦には二人の息子と三人の孫がいる。2000年9月3日に、パークは歌詞の木から転落し入院した。彼は、その後、経験に基づき、スーパースティション、ビリーフ・イン・ザ・エイジ・オブ・サイエンスを書いた。2013年3月17日、パークは脳梗塞で倒れ、読み書き会話が混乱になった。同年6月12日のニュースレターの更新でパークは、 多くの素晴らしい人々が私を支援してくれているが、回復には長い時間がかかる。私は、ワッツニューの書き込みを再開することを楽観視している。と書いた。またパークは、大衆はしばしば気がつかないうちに、メディアの報道によって騙されるので、ニュースレターの執筆を続けるだろうと述べた。2020年4月29日に死去。89歳坊つ。ありがとうございます。